皆さささんんこんにちは文化放送アナウンンンサーーー坂口亜美ですさあ最近ののシンガーソングライター活動の報告をさせていろいろありましてまず日曜日に放送している「お隣サンデー」の中で坂口亜美の「食いしん坊天気予報」っていうコーナーがあるんですけど、まあ、そこの BGM としても使えるような曲をこの前の YouTube でもお伝えしましたがリスナーの皆さんと一緒に作っていきたいなというプロジェクトをやっております。 それは皆さんから歌詞のかけらを送ってもらってそれをつなげて一つの歌詞にして私が曲をつけようというものなんですね。でその歌詞のキーワードが「えー、天気食いしん坊を」 おお隣さんとなっておりますで皆さんからも続々今いただいてましてあのお隣さんのメールアドレスですねお隣アットマーク JOQR.net otonari アットマーク JOQR.net まで懸命に「歌詞」と書いて送っていただきたいなと思ってるんですがこれが5月いっぱい。 5月末までとさせてもらいたいと思ってますですので皆さんあと1週間ぐらいですかね1週間もないわもうこれ金曜日だからあと数日だ あの、公開がね。ですので、5月末までに皆さん送ってください。もう本当に何でも OK ですので、あなたが考えたその一言が歌詞に入るかもしれません。このね、歌詞のかけらっていうのがちょっとわかりにくいよってリスナーさんからも指摘を受けたんですけど、何かしらのキーワードで大丈夫です。例えば、今までいただいているもので言うと、私、あの、スパイスの坂口あの、平日のお隣さんやってた時に呼ばれてたので、呼ばれてはないのか <laughs>。 自称かスパイスの坂口と名乗ってた時がありましたのでまあ例えば「スパイス」とか「どうですか?」っていう意見も来てますし「スパイス」の細かい名前でもいいですよね「タクコ」っていうのが火曜日のお隣さんのキーワードとして出てきてましてえっとねこれねインドカリリコさんに教えてもらったんですよ「タクコ」「ターメリック」「クミン」「コリアンダー」 覚えてた <laughs>。なんで、その、タクコとかも入れてもらっても結構ですし、まあ、このように、今までお隣さんで出てきたものとか、あと、えっ、ー、と、食いしん坊、食べ物に関わること、で、お天気に関わること、なんでも結構ですので、歌詞のかけらになりそうなキーワード、ぜひ皆さん、今月中ですよ。今月中に送ってください。そして、それとは別に、今日これ、あの、5月19日日曜日の放送後に撮ってるんですけど、 今日、ね、放送の中で山根さんに無茶振りされたんですよ。えー、聞いたよ。っていう方はね。ご存知かなと思うんですけど、山根さんも歌歌いたいって言い出して、あの俺にも曲作ってよっておっしゃったんです。あの、先週まあ、先週というか5月12日日曜日ですね。えっ、ー、と山根さんがお休みだったので、代打として深川さんが来てくださったんですね。深川亮さんで深川さんが。 お隣サンバっていう曲を作ってきてくださったんですよ。もうこれが本当に素晴らしくて私ねこれあの深川さんからもあの今後ライブとかで歌ってっていいよっていう許可はいただいたのでもう自分の中でこう大切な曲として歌い続けていこうと思ってるんですけどあのどんな曲かっていうと「ターンタタンタタンタタン」っていう曲 <laughs> わかんないよっていう方は またどこかで披露ししようと思ってるんでお楽しみにでそれを聞いて山根さんもなんか歌いたいってなってで曲作ってくれって言われたので私ね期限がないといろんなものを作ったりできないタイプなのでじゃあもう来週までにちょっと何かしら作ってきますとお伝えしました放送でも。なので こうまだ全部出来上がってるわけじゃないけど例えばサビの部分だけとか A メロだけとかちょっと一部分になるかと思うんですけどそれを5月26日日曜日次の放送で山根さんと皆さんに披露したいなと思っていますのでぜひ楽しみに聴いてください、うん、このように勝手にねあの今年11月4日ですよね浜祭り あの月曜日開催ということであのお隣サンデーにはまだ何のお呼びもかかってないんですけど山根さんと私はもう何かしらお隣サンデーとしても浜祭り 関わわりたいと思ってるわけですよまあ、グッズ販売だったり、まあ、それこそ、まあ、フェス的な、こういうコンサートだったり、まあ、イベントだったり、あと、まあ、料理、何か食べ物売るとか、もう何でもいいので、何かしら関わりたい。それを、ロードトゥー浜祭りって言って <laughs>、どの番組よりも、早く浜祭りに向けて走り出していこうとしてるわけなんです。あの、まだ何のお呼びもかかってないんですけど、まあ、その一環として、あの、 <laughs> 山根さんがとにかく文化放送大好きっていう曲を作ってほしいって言われたので、えー、次の放送までに文化放送大好きっていう曲を頑張って作ろうと思います、えー、このように細々と11月の浜祭りに向けてもですねそして夏ぐらいにあのノータス天気予報私の食いしん坊天気予報の PCM でも使えるような曲は完成させたいなと思ってますので、えー、シンガーソングライター活動も一応頑張っております、えー、皆さんもぜひ引き 続き見守ってくださいまた近況報告しますのでひとまず歌詞のかけらお待ちしていますお隣アットマーク joqr.net まで今月中ですよお待ちしてます送ってください